なんで怒ってんの？いや、怒ってないよ。怒ってる。怒ってる。怒ってない。俺の質問が意味不明すぎて。うん、そんなことない。今日もなんか持ってきました。持ってきた。意地悪な質問ばっかり持ってくるから、怒ってんだなと思って。怒ってない。ちなみに今日はどんな？平井博明のワンナップゴルフ。手打ち手打ちって言うじゃん。うん、うん、だけどたまに動画編集してて回転不足とも言うから、うん、手で打つなら回転不足でいいじゃんと思って、手で打ってんだから。なるほどな。そうっていうこと言うから怒っちゃうんだよね。いや怒んないですよ。今日はそれを解説 していけばいいですか。そうだって手で打つんだからいいよね。回らなくて、うん、だって回っちゃったらボディーターンになっちゃうから。そうです、その通りです。で、じゃあよしよし。ね、うん、僕が手打ちだって言ってる前提として、うん、肩は回るのよ。手打ちですよって、うんうんうん、変な話 YouTube って要は全国世界が見れるじゃない。その動画のところで手打ちのプロゴルファーいるって言って、こういう人 見ましたかっていう話、そこまで考えましたか、そのコメントにって。そうだよね、上げ足取ってるだけになっちゃうからね。そうだからもうそんなの返す気力もないんだけど。結局、うん、肩のラインのクラブとの T 字のこのスピード、これが結局クラブが動くスピードとして、なんだ、肩のラインとこう同じスピードでヘッドが動いてて、プラスリストターンでこうやって打ってくださいねっていうことよ。ああ、手打ちってね、うん、今のはベタ足だもんね。ベタ足、そう、そうだから腕の動きをメインとして、体のこのギュンっていう体重移動だったり過度な回転だったり、そういうのを加えないで、そのリストターンというかこの手首のこの動き、うん、こういう動きで打ったことをただリストターンで打ってるだけだから、うん、まあ手打ちですよって言ってるんだよね、うん、はい、あの大門で、うん、うん、それを上体使ってんじゃんって言われたところで、じゃあ使ってますっていう感じ。使ってるよ、それは使ってるよね。あ、使ってる。手だけのわけないんだよね、うん、これで266キャリー行くって思いますかって逆に。そうで、そうでしょ、そういうこと、ね、うん、もうあのもういいです。そういうことね。そうよくわかりました。そしたら手打ちだけど、うん、回転不足っていうのは肩が回転不足、そう、まあ、肩だったり胸だったり、うんうん、がそのどういう役目をするかを分かってないと、こうやってやって、あ、左捕まって引っ掛けしか出ないっていうわけよ。多分そういう説明をしてる人もいないんじゃないか。あのね、頭残して、うんうん、右肩突っ込まないように止めて、うん、下を全力で動いたら引っ掛けるわけよ。頭残せって言われたら肩は回んないね、多分。回りづらいよね。ね。こう、意識しないとここまでいかないでしょ。ああ、そっか。残しながら回す。俺は別に頭なんで残さなくていいって言うじゃない。何を優先するかだからね。回転を優先する、したいからね。うんうんうん。俺はね。うん、そう。だから、頭残さなくても、うん、こうやってこっち向いててほしいわけよ。そう、全然いい球出るからさ。思うんだけど、その打った後の話だもんね。そう、なんて言うんだろう、あの打つ前、例えばバックスイングとかで頭どっか行っちゃってる人って多分いないわけじゃん、いくら。うん、いないと思う。ここではいない。さすがにね、うん、その打つ時にこうやってなっちゃったり、うん、でも見てないからいいんでしょ、別にボール。あとはこうボールだけ見すぎてこうやって下がっちゃうとかね。ああ、うん、さ、こうボールに、うん、でダフルとか、そういうのはあるけど。だからよっぽどそういう風に打つ前に頭どっか行っちゃってなければ、もう全然問題ない。まあ、残す必要はないっていうか、うん、気にしなくていいってことだよね。まあ、前傾がキープできてれば問題ない。だから変な話、頭残ってたって目つぶってるか開いてるからみたいなもんだからね。うん。あんま変わんない。この角度キープしても、うん、こうやってなってれば全然平気だから、前傾か変わんない。そうかそうか、うん、そういうことか。こうやって全然いい球出る。当たる直前まで見れれば。そうそうそう、うん、
それはもう問題ないから、本当にね、うん、YouTube って良くないなって改めて思った。あの、説明不足なんだなと思った、いろいろ。うちもそうだし、他もそうだし、だから YouTube を上達のこの材料としてやってる方にとっては、言葉足らずってすごくダメなことじゃない。そうだね。そういう YouTube、レッスン行かないで YouTube だけで上達したいって考えてる方にとっては、うん、言葉足らず説明不足っていうのは相当な危険なことなんだなと思って。うん、ちょっと違う動画になっちゃうんだけど、いい？今の話聞いて。全然いいよ。思ったことがあって、YouTube 見てそのゴルフをじゃあ学ぼうってやった時に、前提がね、全部が間違ってる動画だと思わなきゃダメだなと思って。それはワンナップ含めね。うん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 。あの、誰がいいとか悪いとかじゃなくて、うん、全部が正しくないって思って見ないと、うん、正しい理論とか、うん、そのゴルフが上達するための方法を発信するためのツールじゃないじゃん、YouTube って。うん。誰でも自由に、うん。うん。うん。ふざけた動画でも、ね、真面目な動画でも、うん、何の動画でも、うん、ただ個人が発信できるツールなだけであって、それに乗っけて、うん、それぞれが正しいと思ってることをただ言ってるだけだから、うん、そこにあるものが全て正しいわけじゃないし、なんなら全部違うと思って見ないと、うん、正しい知識を得るためのものっていうより、なんか見て楽しむものみたいな。ああ、そう、エンターテインメントみたいなもんね。あ、そう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 。うん、もう、要は、今言ったように楽しむだけ？そう、なんかね、そんな気がしてきちゃうっつうか、なんか求めちゃダメだなと思って、あの、見る側としてね。うん。それはあるなぁ。そう。俺、ゴルフ以外の YouTube ももちろん見るんだけど、うん、それ見てても思う。例えばね、うん、水槽、俺好きなんだけど、好きだね、水槽で、うん、例えば苔の生えない方法とか、赤い水草が赤くなる方法とか、いろいろ見るんだけど、言ってることがやっぱ、一緒のところもあるけど、うん、全然違うことも言ってる。言ってるよね。そう、とこもあるのね。全部赤くなったから言ってるだと思うのよ、その人たちって。ああ、うんうん。で、全部苔が生えなくなったから言ってると思うのよ。うん、嘘ではないけど。そう、うん。でもそれって完璧なものはなくて、うん、そう、例えば苔の生えるのも水替えをしなきゃいけないっていう。はい。でも水替えしたら、水の中に入ってる肥料がなくなっちゃうわけ。うん。だから、肥料を入れなきゃいけない。そうだね。で、肥料を入れたら苔が生えるわけ。栄養で。ああ、そうか。そう。だから完璧なものはない。ちょうどいいところをやってなきゃいけない。それで基本なんじゃないの基本をやらなきゃいけないんじゃないのっていうのがゴルフの YouTube でもあるし。だから何かを特化してやろうとしたら、犠牲は払わなきゃいけないっていう。うん、必ずゴルフって、ゴルフもそういうのあって。うん、だから飛ばしと曲がりね。うん。うん、だけどやっぱりほら、伸ばすんだったらさ、どっちも撮るみたいな動画出した方がいいわけだから。そうだね。だから出てきちゃうじゃん。でもさ、それが正しいかどうかって別に YouTube は投稿するときに判断してくれないじゃん。うんうん。著作権とかは判断されてあるけど、うんうん、それが正しいかどうかとかさ、ないじゃない？その判断は当然当たり前だけど。だから、どんなに間違えたことを言ってても、動画としては公開されちゃうわけだから、うん、そう。だから、まあ見る方がだからちゃんと判断しなきゃいけないっていうのはあるのかもしれないけど。そうだね。そういう意味で発信してる人たちも、ゴルフが上手くなるのを期待して発信本当にしてるのか、伸ばすために目に留まるようなタイトルで発信してるのか分かんないからさ。うん、最近すごく公式 LINE で、コメントもそうなんですけど、ベスト更新しましたがめちゃくちゃ多いわけ、連絡が。多いね。多いよね。だからそれってさ、ご本人が、俺言ってないからさ、ご本人がコースで自分一人でやった結果じゃない。そうだね。そう。だからコースで結果が出たってことは、俺はね、すごく、俺がうんぬんじゃなくて、その方が相当やってくださったんだなって思うわけよ。だからそういう内容のことをお伝えしなかったら、俺 YouTube とかって別にいいんだけど、なんかダメなんじゃないかなと思っちゃうんだよね。そうだね。本当に理想を言ってるなと思っちゃう。だから伸ばすんだったら、その、なんつうんだろう。名前がついてるものとか。をやりがちじゃない、うん、やりがちだし、結局、逆張りしといた方が、目につくわけ、うん。逆張りってその、世の中言ってない逆のことを言った方がさ、うんうん、なんか飛ばすのに力を抜けって言った方がなんかさ。ってなるよね。そう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 。うん、食いつき度が、いいよね、うん。だけどさ、ワンナップゴルフはさ、別にそんなこと考えずにさ、
そうだと思うけど普通に言ってんじゃん。周りが逆張りしすぎて、俺らが逆張りしてるみたいになってる、ね。いや、そうなの。そうなの。でしょ？うん。ゴルフやんない人からしたらワンナップの方が多分理解はあるから。だって当たり前のこと言ってんだから。飛ばすんだったら力入れろよって。だってそうじゃん。どう考えたって。そうだね。うん。今日のレッスンの方知ってる？何？飛ばすために、うん、こうやってプランプランしろって言われたんだって。こうやってあげて、こうやって下ろせって。どうなりましたか？飛ばなくなったっつってた。そうでしょうねって。そうだ。そういうことが起こるよね。起こる。うん、起こる。飛ばしたいなら力入れればいいじゃん。でもみんな逆張りしすぎて、飛ばしたいなら力抜けの方が目に留まるから、そうして、で、うちが言ったことが変みたいになっちゃうし、ね、右手で打つのが多いのに、だから左手だってみんな言い出したら、俺らが右手っつったら。いや、そう。俺らが逆みたいになるから。なっちゃうんだよね。逆のこと言ってないのにさ。そう。そうなのよ。ほんとそうなのよ。だからクラブ上げて下ろすだけなのに、みんな上げてこねくり回してなんかやってるから、逆に上げて下ろすだけの俺たちが、何それみたいになって。そう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 。いや、それだけみたいな感じになっちゃうけど。いや、それだけなのよ。ね。そうなの。俺、そんな複雑なことやってる覚えないもんね、俺は。そうね、自分で。そうなっちゃうんだよね。だからなんか俺たちが逆張りしてるみたいなね。そう。になってるよね。なってるけど。してないからね。あと2、3年したらね、俺なんとなく来ると思うよ。戻ってくるってこと？うん。世の中。一周。あ、そう。うん。ワンナップがとかじゃなくて。じゃなくて、世の中がね。うん。最近だって結構言い始めてるでしょ。手打ちって。右手だって。リストターンだって。いや、それはワンナップがもうすごい有名になったんじゃないの？最近増えてきてるでしょ。増えてきてる。あ、じゃああれじゃん。俺たち左手で体だって言わないと。間違いない。だって、ワンナップゴルフで、レッスンしてる人がいるんだから。何それ？え、何それ？どこかのレッスンスタジオで、ワンナップゴルフの教えをやってるんだから。ワンナップゴルフの動画あるでしょ？ワンナップゴルフを見てくださいって教えてる、インドアがあるんだから。なんでそれ勝手に、俺に許可取れちゃうの？間違いない。代表で、代表ですから。いや、ねえ、何それ、勝手にやってんの？そんなの。勝手にやってる。特許もないから。無料だけど。ん？無料だから。まあ、そうだね、YouTube はね。そう。YouTube 無料だからね。そう、しょうがないの。ね。うん、あくまでも無料だからね。じゃあ、どっかのあれかな、インドアとかも言い出すのかな。うちはボール1センチ動かすだけですとか言い出すのかな。適当に。だいたい、この人こっちから、みたいな。ちゃんと、なんかワンナップの真似して、ちょっとこっちに動かすだけ。アメリカから来てもね。真似しだすよ。どっから来てもね。そう、真似しだす。1センチ動かして。別に怒るとかじゃないよね。だって、そうだよねって逆になっちゃう、俺。あ、そっか、そっか、うん。正しいんだ。そう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 。なんか、そうだよね。うん。何言ってんのとかじゃないの。じゃないの。うん。あ、そうだよね。そう。それ普通だよねって。ああ。うん。そういうの教え方？うん。うん。でも勘だから1センチどこに言うか。間違いない。間違いない。経験ありますからね。いや、ほんと、でもね、ある、そういうね、今まで正論だったっていうか、本当に大元を正せば、そうだよねって思うことを逆扱いされることってやっぱある、うんうん、全然違う動画になってるからもうあれだから最初はなんだっけ手打ちなんだから。あ、そうだ、手打ちだ。そう、体回さなくていいじゃん。そう、ねいや、いい、それも。あ、そうかそうだよね。もうこれ違う動画にする。うん、そう、 YouTube は良くないよっていう動画にしよう。いや、良くないと思う、うんうん、じゃあ土星論をねちゃんと説明したところで、うん、今逆風だから、うん、あ、そうだね。そうだから、どっちみち意味ないからね。意味ない。けど、あれだもんね、俺たちは別に自分たちの正しさを証明したいわけじゃないからいいんだよね。そうなんです。そんなことはどうでも、実は。そう。ね、この前その話をずっと永遠に二人で ね。したよね。そう、うん。俺たちは別に正しくなくていいって。そう。その、トール君と俺が思ってることをそのまま素直に伝えられればそれだけでいいからね。そう。で、その裏にまた違う背景があるからね。いい、来た人がね。ちゃんとできるようになってくれれば、もう正しいか正しくないかはどっちでもいいっていうか、 YouTube で正しい、うん、正しくないはもう何でもいいやっていう。本当だから、こうやってこうやってやってる人もいるの、うん、ね、うん、もちろんいるんだけど、でそれでうまくいってる人もいるので、それも分かってる、平井は。あ、そうで、今日の人はたまたまそれが合わなくて、8番で130ヤードまで距離が落ちちゃって150ぐらいから、うん、で俺がこうやってください、ああやってくださいってやったら、あの青枠のグリーンをキャリーで越えちゃったっていう話。8番で。すごいね。そう。だから、150超えるんだ。手前
フロントエッジまでしか最初行かなかったのが、別に普通のスピードも変えないで、で、まあ、頑張ってもらう場所を言って、で、打ってもらったら、あの青枠をキャリーで超えたっていう。で、それが一球だけじゃなかったっていうこと。ずっとそれが平均的になったこと。だそういうのって、だから、これがいい悪いじゃなくて、うん。で、俺が言ってることがいい悪いじゃなくて、その方に合ってることをどう伝えられるかどうかがレッスンでは大事ですってことだよね。うん、そうだね、うん。何が正しいかじゃないから。そう。その人がそういう結果を得られたってことが嬉しいだけだからね。そうなの。で、その、それをやるためには、こういう気をつけるポイントを普段から練習でやってくださいっていうことをお伝えして、宿題を出させてもらってっていうことが、俺はレッスンだと思うのね。いや、俺これ知ってるから、やってこれっていうのは俺はどうかなって思っちゃうっていう。ああ、そうそうそう。そうだって実際にその方会わなかったんだから。うん。毎日練習してるんだよ、その人。すごいね。すごいでしょ。体力もすごいし、気持ちもすごいじゃない。そんだけ行こうとする。毎日やれんだ。そう。だから週5、6行ってるでしょ。練習場に。すごいでしょ。熱心な方に。そう。だから、すぐいいものも悪いものも身についちゃうわけよ。ああ、いっぱいあるから、ね。そう。だから、すごく怖いんだよね、そういうのって。だから、毎日やるんだったらドリルやりましょうって言って、ドリルをお伝えして、一切レッスンの宣伝じゃないですけど、本当に。そうですね。うん。そういうことを伝えていきたいっていうだけの動画です。そうですね。そうです。何の動画かわかんないもん。何球打ったっけな打ってないでしょ。あ、打った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 。意味わかんない手打ち。4球ぐらい打ったよね。4、5球。結構打っちゃった。いや、結構打った。うん、俺として500球ぐらい打った感じ。破産だから。間違いない。ボールで払えないからも今日無理だよね、うん、5球持ってんだよだって5球も払えないからワンナップの財力では無理です頑張りますもっと借金もっと頑張りますからそうだそう今回はですね手打ち道のから YouTube はやはり良くないですっていう動画を撮ってきましたこの今撮ってる動画自体も別に話半分で聞いてくださいただ本当トール君と僕が思ってることをただ喋ってるだけなのでへーぐらいで大丈夫です、はい、気に入っていただけたらですねチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします最後までご視聴ありがとうございましたこの度ワンナップゴルフのオンラインサロンを始めましたセクシーショットありのマル秘映像ばっかりでございますのでぜひ興味ある方は入会していただいてですね知ってるあれっていうネタをですねコンペとかで言っていただけたらと思いますのでぜひご入会よろしくお願いします